発見、発見、ツイッター探偵団。今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートをしたご本人に出演交渉もさせていただくという体当たり企画でございます。本日も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、勝手に盛り上がっておりますが、はい、今日のお相手も、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。そして MC はいつもの長尾隆先生です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。うん、なんかちょっと個人的には国会やら行政やら間延びの感じがしていて、予算が決まった割にはとっても静かな日々を過ごしているんですけど、吉田議員、今週1週間いかがお過ごしになられましたか？そうですね、いろいろ、まあ、国葬の話とか、いろんな話が出てて、早く国会開いて、はい、こうね、審議をやってほしいななんていうふうに思いますけども、自分自身の方はもう、もうすぐ中野区議会が始まるんでですね、もう毎日お役所でですね、はい、お役所の人と一生懸命ですね、いろんなやり取りをして、予算の業界からの要望みたいなね、介護の業界とか保育園の業界とかいろんなところからやっぱ宿題もらってですね、今日もちょっとそれを担当の課長さんとね、頭抱えながらですね、これ国が問題だから本当区としては大変だよねってこうお互い言いながらですね、ちょっと 国へのちょっと愚痴を今言いました、はい、なるほど、はい、お話しできる範囲内で結構ですので、例えば具体的にどんな分野のそんなやり取りが多いんですか？ですね、やっぱり、うん、今は即対応が必要なのは物価高ですよね。保育園とか介護の業界とかはやっぱりその、費用っていうかその収入が法律で定められちゃっているから、その範囲でやらなきゃいけないのに、その物価が上がっちゃって今までと同じことをやろうとするとアップアップしちゃうっていうのがあるので、やっぱり慌ててちょっとこう、補填をしなきゃいけないとか、まあ、でもこういうのは特に議論なく議会も役所もやらなきゃねってなるんですけど、例えば保育園のいろんなその、まあ、預かり保育の支援みたいなことで、国の制度は非常に厳しいその、まあ、公金なのでね、無駄遣いとか不正をしないためになんですけど、厳しいやり取り、支給の条件を定めていて、それだとなかなか対応できない、まあ、保育所が多くて、区として独自にもうちょっと緩い条件で、まあ、国の制度では、届かない保育園に助成をしたりしていて、それがその、より厳しい要件を満たしてやっている、ところと、ちょっと緩いところで、まあ、小規模とかいろんなことがあってですね、やっているところでいろいろ制度の違いがあって、あ、これはもうなんだろうな、国がもうちょっとちゃんと抜本的にやってくれれば、まあ、横出しとか上乗せとかしなくて済むのにみたいな、いろいろね、細かなこといっぱい、本当細かいことやってます、はい、まあ、国においてもね、窓口が厚生労働省だったり文部科学省であったり、まだ現地においても多分その縦割りの行政の弊害が今も残ってるんじゃないかなということを、今吉田議員のお話を聞いてそう思いました、はい、竹内信之さん、250円スパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。吉田議員頑張れというメッセージを頂戴しております、はい、本当にありがとうございます、それでは1番スタッフさんよろしくお願いします。安倍元総理デジタル喧嘩プロジェクトツイッター。いやいや、まあこういうね、学生さんたちがね、こういうね動きをしてくださるっていうのはもう涙がちょちょ切れる思いですよね、はい、9月6日デジタル喧嘩数が10万人を達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、おめでとうと言っていいのか分かりませんけれども、言っちゃいけませんが、それだけの弔意が示されたということにおいて、まあ、拍手をさせていただきました。皆様お一人お一人の思いをしっかりとお預かりしました。本当はこれ政府がやらなきゃいけない話ですけどね、昭恵夫人にもお届けできるよう努めてまいります。デジタル献花の受付は9月27日まで、つまり国葬儀の、まあ、当日まで
受け付けるということでございますので、皆さんどうぞ URL をこちらに貼らせていただいておりますので、どうか皆様の、まあ、普通のお気持ちをお伝えいただければありがたいなと思います。吉田君、やっぱりどうですか、こういうあの有権者の皆さん の, あの動きというのは。いや、本当に、ね、素晴らしい、本当に素晴らしいですよね。あのこういうで、そして本当はメディアなんかがね、こういうあの動きをあのやっぱり大々的にあの報道しなきゃ僕はいけないと思いますよ。なんか例えば3人5人のデモでもね、あの憲法改正反対のデモだと何だか30分ぐらい一生懸命報じて、もう1000人5000人のデモでも会見を進めようっていうやつだと1秒も報じないみたいなね、まあ、こういう、まあ、あの報道ですから全く期待はしませんけど、本当はあの安倍総理 の, あの、まあ、こういう10万人ってやっぱ 大きな大台ですからね、10万人になりましたって、まあ、ちょっと NHK でも民放でもあの5秒でも10秒でも報じればいいのになと思いますね。ありがとうございます。大佐藤さんから500円のスパチャいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ頂戴しております。理想と現実の狭間の中で国民のため悩み苦しみながら最も最高の量いい意味での妥協してきたのが安倍さん、まあ、ロシア対策も多分その最たるものだと思いますけれども、反対だけではなく賛成署名などできないものでしょうかということで、もしお気づきになりましたらその世論の原動力になっていただければなと思います。よろしくお願いします。本当ありがとうございます。ありがとうございます。そして、たこ焼きさん100円の1000円のスパチャを頂戴しました。ありがとうございます。林法政どうなのと、まあ、これは後にもしかすると出てくる話題なのかもしれません。はい、2番いきましょう。 MI2 さんのツイート、国葬儀について桜井よしこ氏、反対する人の方は大きい声で叫ぶ、それをメディアの方が取り上げる、なんとなくそっちの方向に引っ張られていく、メディアの報道が一方的、野党の言い分は日本人らしくない、今の騒動は非常に残念、安倍総理にありがとうと思っている人の声を伝えたいということで、まあ、これはねやっぱりまさにデジタル喧嘩プロジェクトでありますけれども、デジタル喧嘩プロジェクトのことを一般のマスコミはほとんど報じませんよね。おかしくありませんか、吉田議員。あの、まあ、放送法の、ね、4条ってよく皆さんあの指摘されますけど、まあはい、あの勝手にやってる新聞と違って公共の電波、公共財である電波を、使っている、まあ放送局というのは、まあ意見の違う、一つの問題に意見の違う2つの意見に大きく、まあ、その国民の意見が分かれるような場合には、まあ、両方の意見を、まあ、公平に、まあ、同等に報じなければいけないと、まあ、こういうふうに放送法4条を定めているわけで、まあ、今の、国葬に関する、議論、どう考えてもね、同等に報じているようには私には感じられませんね。反対の声とか反対のデモとか反対のなんとかとかそんなのはわら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 やるんですけど、同じその重みでウェイトで賛成のいろんなことを報じてほしいなと思います。まあ、普通にね、一国の総理を8年7ヶ月も務めた方々、思想信条の違いはあれども弔意を普通に何の議論もなく示すというようなことをお口にすれば、それに反対をする方々がいらっしゃるというのが今の日本の現状なのかもしれませんね。はい、極めて残念であります。3番参ります。白川司さんのツイッターです。沖縄県知事選挙、9月11日投開票日でございます。どうか沖縄県民の皆さん、どうぞ お力添えをいただきたいと思いますが、と同時にですね、大阪、これ、泉市、仙南市、仙南だな、これな、
千年市議が沖縄を中国の属国にしたいデニー候補とツイートしたことを虚偽投稿で告発されたそうだ。玉城デニー氏の、言動を見ると今私から見てそう取られても仕方がないことがあり、公職であろうと虚偽を証明するのは無理があるのではないかということで、これ吉田議員がツイートリツイートされていらっしゃいますが、この件についてちょっとコメントいただけますか。はい、この添田さんって、まあ、同志なんですよ。うん、あのことによっては長尾先生もご存知かもしれません。あ、よく存じ上げてます。はい、はい、あのウイグルを応援する全国地方議員の会の、まあ、私は理事長をやってるんですけど、まあ、この方も役員をやっている、まあ、一生懸命ですね、まだ当選回数も若いし、あのその実年齢も若い方なんですけど、本当に意欲的にですね、あの地域のことだけじゃなくて、そういう国全体に関わることも取り組んでいる人で、まあ、若いからちょっと言動は元気なんですよね。で、まあ、はっきりあの、まあ、言い過ぎちゃうぐらいはっきり言っちゃう。で、それであのツイートでもですね、あの、まあまあ、今ご指摘をされているような、ツイート、まあ、沖縄を中国の属国にしたいデニー候補という、まあ、ことをデニーさんじゃなくて、なんかなんだかそのよくわからない市民団体が、まあ、告発をしていると。だけど、まあ、本人はですね、あの、まあ、まだその告発のうんたらも何にも、情報が来てないから、まあ、なんともコメントのしようがないけれども、まあ、来たら考えてあの答えますっていう、うん、あの立場なんだけど、まあ、なんか報じ方もちゃんとそれを適切に報じて、まあ、いなくてですね、なんだか逃げ隠れしてるみたいな印象を与えるようなね、あの報道はちょっとよろしくなくてですね、でこの まあ、デニーさん その、発言って丁寧に追っていけば追っていくほど、まあ、短く言えばそうなるよ、添田さんが言っているような結論になるよと、あの言われてもおかしくない言動をしているのは確かなの で、それはあの、応援する立場というよりは、まあ、白川さんという、まあ、どちらかというと客観的なジャーナリスティックな立場から、私から見ても虚偽を証明するのは無理があるという、まあ、その認識をあのツイートされたので、まあ、添田さん応援する側じゃなくて客観的な第三者のツイートということで、私は重さを感じてリツイートいたしました。ありがとうございます。スパチャをいただきました鈴木元子さん、1220円です。ありがとうございます。勇気元気感動学びをいつもたくさんもらっていますということで、まあ、あのぜひあのご期待の添えるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、添田衆議院もね、まあ、私もよく存じ上げておりますし、よく行動を共にするんですが、このタイミングでのこの発言というのは、まあ、ちょっと一歩立ち止まって考えていただいてもよろしかったんじゃないかなと思っていますね。ただね、これほどネット社会が、まあ、当たり前になってくる以前というのは、まあ、リアルな世界で、街頭演説でマイクを通してね、相手の候補者や相手が所属している、まあ、政党に対して罵詈雑言とまでは言いませんが、その手前のところまで、いやまあね、正直あの根拠のあるなしにかかわらず、まあ、選挙の気持ちをこう鼓舞させるためにそんな演説をやっていた時代というのは正直あったと思います。あれ、あの吉田議員って別にいじめてませんが、あれ次世代の党にいたんだっけ。もう いじめでも何も誇りを持って次世代の党にいたことがあって、私は次世代の党の皆さんから、はい、長尾隆にとは言われませんでしたけど、殺意を抱けとまで言われたことがある。え、なんで街頭演説で、次世代の党の候補者から。そうですそうです、はい、だけどそれはね、私があの、まあ、たまたまね隣にいたあのスタッフがその動画を撮っていただけで、だからどうだこうだということは言う気はないんですけど、まあ、選挙中ってねやっぱりね戦なんでね、そういうことってあると思うんですよ。それはまあ心に流すか流さないかの話であって、ただ今のねご時世ってね、録音だけじゃなくて活字に残るんでね、こういう点では、まあ、添田議員のご主張というのは、私も吉田議員が主張されるような
まあ、その延長線上に身も心も置いておくわけでありますけども、ちょっとここはね、選挙が終わってからの方が泥仕合にならないんじゃないかなってちょっと思っておりますので、まあそんなコメントだけ付け加えさせていただきたいと思っております。世良正則さんが継承4番お願いします。いや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 、まあ、我が世良正則さんが本当にねアグレッシブなツイートをしてくださっていますね。土地利用規制法案、与党内調整は政府自民党が公明党に譲歩、与党内公明党の根強い反対、自民は同様の議員立法を約7年で3度断念。安倍政権下、土地利用売買じゃなくてね、利用規制法案の法整備に臨むも与党内で阻まれた現実。現在の海外情勢から国土侵食、国会議員はどう思うか。まあ、たまたまここに、サムネで出ているのが、まあ、議員辞職をされた遠山さんの写真ですね。ただこれはまあ2021年3月31日の記事を引用されていらっしゃるので、まあ、今こういう議論が行われているということではなく、まあ、まさに私が、現職の衆議院議員でいた時に、この議員立法のまあ、あの手続き作業を私自身が関わってきました。まあ、野党時代も含めて9年間、まあ、こういった中での部分なんで、まあ、世良さんのツイートというのは多少ちょっと過去を遡った部分のご指摘になるわけですけれども、吉田議員、まあ、改めて、まあ、過去を遡ったことも含めてコメントをいただけますか。はい、まあまあ、過去 の、 この立法の経緯はここに、まあ産経の記事にある通りで、そしてその、まあ悪い状況が今もそのまま続いているわけですよ。でそしてまあ、ここはもう明確に、まあ、公明党がこういうことを、まあ、止めてきた、という、事実、今もね同じ状況が続いているという、わけですから、まあまあまあ、何度も繰り返しになりますけれども、やっぱり自民党もここは腹を据えて、いろいろ公明党さんに、まあ、きちんとなあなあじゃなくてですね、国益に関わるところは堂々とはっきりとこういうふうにしなきゃいかんと、まあ、与党内でちゃんと戦ってほしいと思いますね。でそれが明確にあった方が国民はなるほど、与党でもいろんな意見があるんだと、その絶対に自民とか絶対に公明っていう人ばかりではなくって、異臭ごとにこれは私は普段は自民党応援してるけどこの件は公明党に言ってることは正しいなとか、逆に普段は公明党応援してるけどこの件だけは自民党が言ってると野党がいいんじゃないのとかですね、あると思うので、堂々と与党内で戦っていただきたいと、国民は本当に国を守る方についていくと信じて動いてほしいなと思いますね。世良正則さんがツイートしてくださったこの当時というのは、吉田議員が期待されていたような議論にならなかった、それが今日の結果ということになっています。まあ、常にですね、中国にとって都合の悪いことは全部公明党がブレーキを踏んでいるということであります。なかなかね、自民党の中からねこういう声を上げるのは難しいというのは、すべて選挙で握られているからということになります。